ーガデルタの位置。ーガデルタは、ベトナムを構成する地方の一つであり、ベトナム北部に位置している。トンキンデルタ、または、本川デルタと呼称されることもある。ーガデルタには、ベトナムの首都派の意イホン市の二つの中央を直轄市、八つの省が属している。かつて母対省も存在したが、2008年8月1日を、もって、 ハノイ直轄市と合併し吸収された。黄河デルタの領域は黄河を中心として広がっており、黄河河口でトンキン湾に面している。ベトナム全土に占める領域面積はそれほど大きくないが、領域に属する省の人口は他地域と比べ総じて多い。三角州には7951平方キロメートルの水田をはじめとする農地があり、 田畑や宅地を囲むように堤防が築かれている。堤防は水田から7から8メートルの高さで築かれているが、雨季にはその堤防の高さいっぱいにまで水が流れるため、ひとたび堤防が決壊すると、洪水による甚大な被害が発生する。甲がデルタには、河川が氾濫して土砂が堆積することで作られる、自然堤防が、ビエッジからハノイを経て、東はハイズオンまで、南は、 フーリーまでの河川沿いに存在する。河がデルタでは、ドンソン文化の時代から稲作が行われてきたが、10世紀頃から金属が堤防の設置による農地の開拓を開始し、19世紀初頭までには臨海部を除いて水田が広がり、二期作も実施されるようになった。しかし、それ以降は、米の増産が頭打ちとなり、不作になると、 米の収穫量が地域人口に対して不足するようになったため、干ばつ、洪水が起きるたびに大量の難民が南部のメコンデルタイと押し出されていった。ベトナム社会主義共和国成立後は、主に有機肥料の活用や稲の品種改良による米収穫量の拡大が行われている。ベトナム戦争時、首都、ハノイや港湾工業都市配本など、当時の北ベトナムの重要拠点が、 数多く存在することから、河がデルタは絶えず、アメリカ軍による爆撃を受け続けていた。1972年、北ベトナムは、アメリカがデルタ地帯一帯の堤防や水門を意図的に爆撃していると非難。7月までに149カ所の堤防と水門が破壊されたと発表。アメリカ側は、偶発的な飛弾が12カ所あっただけと反論したが、国内外から、 堤防の爆撃に対する避難の声が上がった。岡江康氏,氏。4、ベトナムの農業と農地制度。主要国農業戦略横断。総合プロ研資料第9号。農林水産政策研究所。P3、2020年11月16日閲覧。柳沢正幸。山と平野。水戸。と今井明夫。岩井美咲キ編長。 現代ベトナムを知るための60章赤紙書店2004年74から75ページ、避難高まる、堤防破壊、朝日新聞昭和47年8月17日、長官、6面。ありがとうございます。